残り30秒だ。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションについたのはルイス・ハミルトン、その横にはシャルル・ルクレール、残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ボッタス、フェルスタッペン、ルーカス・ウェーバー、ライコネン、ペレス、ノリス、サインツ、ダニエル・リカルド、グロージャン、ベッテル、ランス・ストロール、マグヌッセン、バトラー、ガスリー、アレクサンダー・アルボン、グリッドペナルティーが課せられます。そしてロバート・クビサ、ラッセル・アンディ、スタートまであとわずか。ここでコースを確認しておきましょう。ターン1では接触に注意しろ。クリーンに抜けてくれ。グッドラック。システムに問題はない。フォーメーション走行をしながらマシンを温めてくれ。タイヤに負荷をかけブレーキを踏むんだ。このラップが終わるまでには適正温度まで持っていきたいからな。レーダーに雨雲は一切映ってない。今のところドラインが最速だろう。新品のソフトだ。今16位だ。
スタートだ。いいぞ。Thank you.
トだ。素晴らしいパスだ。
チームメイトに対するアドバンテージは 4.0 秒。ERS のデプロイメントを下げればエネルギー回収を増やせるはずだ。
ルがピットに入った。前のマシンとの差は 10.2 秒。マシンはラップタイムで1秒ほど速い。1秒だ。後方のチームメイトとのギャップは 28.4 秒。後続との差は 3.6 秒。扱いに気をつけろ。データによると消耗し始めているようだ。自分でも感じるはずだ。
プッシュしてこのラップに入る。このモードでは走り続けられないぞ。ターゲットに対して1ラップの余裕しかない。すぐミックス2に下げろ。マシンとの差は 3.9 秒。チームメイトに対するアドバンテージは 17.7 秒。なんであれ、トラブルは解決したようだ。レースを戻してきたぞ。
5秒。前にいるマシンとの差は 5.5 秒。タイヤの状態は良好だ。できるだけその状態を維持しよう。燃料を使いすぎている。急いでターゲットに戻すんだ。すぐにエンジンモードを下げるんだ。
2ラップ分だ。タイヤカスを集めながら戻ってくれ。メルセデスチームは今日素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。誇りに思っていいでしょう。今回のレースウィークエンドでもメルセデスが絶好調でした。今回も彼らがポディウムに上がります。ではここでドライバーズランキングを見てみましょう。ルイス・ハミルトンにとっては素晴らしい結果です。ランキングで独走状態になっています。素晴らしいレースでしたが、ドライバー・オブ・ザ・デーには誰を選びますか？アンリーですね。すごくプッシュしてました。いい走りだったと思います。見ていて楽しかったです。次はコンストラクターズランキングです。メルセデスがトップに立ちました。このグランプリで好成績を残したもう一つのチームがアルファロメオです。ランキングも大きく上げました。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。今日はすごかったですね。では質問させてください。レース中の追い上げは凄まじいものでした。良い意味で期待を裏切っていますが、私たちが過小評価していたのでしょうか。今日の接触について何かコメントは？どうも、以上です。ご苦労様、期待通りの結果よ。頑張って。もうすぐ開かれるヒストリックイベントにライバルの一人も参加するみたいよ。
彼と対決すればあなたの名前を売ることができるかも。